ラジオ C パートの今夜もアニメで酒がうまい。このラジオはアニメショットバー C パートのマスター的場と常連さんのゆうちゃんとこのアニメ好き2人が勝手にアニメを応援宣伝する番組です。アニメを語るという性質上ネタ割りにつながることがございます。ご了承ください。はい、こんにちは、ゆうちゃん。こんにちは。いや皆さん、はい、やろうと思ってたけど、何かしらの理由を見つけて結局やらずじまいだったことないですか。どうしたんですか急に。ね、今日はそんな皆さんに、やっぱりやろうかなと思えるような、ね、ちょっと後押ししてくれるような背中を、そんな作品をね、ご紹介したいと、ご紹介したいと思います。どうも常連のゆうちゃんです。いつもこんなこんな入り方でしたっけ。ガルパンでーす。好きなアニメを。好きなゆうちゃんの好きなアニメは、はい、ガールズ&パンサーと、空よりも遠い場所。ああ、そうやね。はい、そうなんですよ。いつもそんな感じやったな。はい、そう、もうね、もう今本当にドハマりしてる、ドラマは、おっさんずラブ。僕は、田村ゆかりさんが大好きです。はい。はい。はい、このラジオですね、バーでやってるということで、毎回何か飲みのを飲みながら収録していきます。はい、ゆうちゃんは今回は何飲みますか。今日は僕はアイスブレイカー。アイスブレイカー、ちょっと必殺技っぽい、アイスーみたいなみたいな、カクテル、カクテルですね。さっきからちょっとちょいちょいとも飲ませてもらってるんですけど、美味しい。これ何入ってるのかね。ベースはテキーラがベースです。テキーラ、はい。まあまあけど、カクテルなんで半分ぐらいジュースが入ってるんで、まあまあ飲みにくいこともない。いや、そうね、ほんまに、甘くて、ほんのり甘くて飲みやすいし、で、色がね、また僕の大好きな赤色、これはもうリピですね。主人公色ですね。これはもう完全にリピです。はい。まあこれなんで選んだかっていうとですね、アイスブレイカー、まあ砕氷船氷を割るっていう意味があるんで、まあこのアニメにぴったりやなと思ったのと、そうですね。まあそのまあカクテル言葉というか、まあそのアイスブレイカーっていう言葉自体、その氷を砕いていくっていうのが、まあ転じて打ち解けるみたいな意味、アイスブレイカーっていうのにそういう意味があるんで、打ち解ける、そうそうそう、まあこのね、アニメも、今からやるアニメも、まあその友達とどんどん打ち解けていくという、そうね、話があるんで、まあちょっとこれを選びました。いいアニメなんですよ。まだ何も始まってないけど、宣伝がいいアニメなんですよ本当に。はい、で僕はちょっと全然もう関係なく、まあ関係ないこともないかもしれんけど、北海道の、日課さんのウイスキー、日課12年を、そうやね、まあ、北海道出身のキャラクターもそうね、おるし、それがね、一つの鍵になってるところもあるし、そう、全然つながってるよ、はい、大丈夫大丈夫。ということで僕は日課12年を、ロックで飲んでます。はい、いただいてます。はい、最近もまたアニメ映画ばっかりいっぱいありますけど、なんか見ましたか。アニメ映画ですか。はい、好きやな、聞くのな。あのね、ゆうちゃんは、リズと青い鳥っていう、おー、 UFO のやつね。そう、多分タイトルだけやとわからないよね、僕もわからへんかったから、響けユーフォニアムっていうアニメが、もともと吹奏楽のアニメがね、あるんですけど、まあ簡単に言ったらほんまにそれの、テレビでやってたやつの、まあ続編、スピンオフ的な、スピンオフですよね、続編でありスピンオフ、主人公は、そう、主人公がちょっと違うんよね。その響けユーフォニアムっていうアニメの主人公の先輩が、まあ主になって、メインになって、話進んでいくのがリズと青い鳥っていうやつなんやけど、いやー、これはね、もうね、産業で、はい、尊い、ゆり好き必修科目、尊い絶対見て。いやでもな、これ一口によりっていう、いやもうこれほんとね、見たらね、ほんまに頭真っ白になる。これはどういう見方をするのが正解なんやろうと。リズと青い鳥っていうのは、響けユーフォニアムっていうのは本当にもうそういう、もうほんまにスポコンっぽい感じの、吹奏楽部やけどスポコンっぽい感じの、全国目指して吹奏楽みんなで頑張るぞみたいな話なんですけど、このリズと青い鳥っていうのはそっちよりも、まあ、人間の方、ヒューマンドラマの方をちょっと、にそうフォーカスを当てて、どういう人生を
歩んでいくかみたいな、うん、だその先輩の話なんで、うん、その見たら高校3年生の先輩らの話なんですけど、はい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 、そうそうみたいなんですけど、いやもうこれはね、うん、いやもう、うん、口じゃ説明できへん。一つ言えるのはやっぱ音楽 の、 あのこの前のあの4月は君の嘘じゃない、はいはい、うん、音楽のやつなんで、うん、まあ、シアターでね、ぜひ劇場で見てほしい、はいはい、シアターでね、やっぱ音響がやっぱり ね家とじゃやっぱりね、どうしても違うやんか、うん、すごいやっぱりあの映画館でその音楽聴くと、うん、はいはいはい、そう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 っていうね、やばいやばい、ちょっとこれだけで30分ぜひ見てください。いつか UFO 会もね、はい、UFO 会本当にしてください、お願いします、はい、もうちょっと1個だけデジモンの映画見てください。デジモン、はい、デジモントライが全6部作で、うん、ようやく最近完結しまして、はいはい、見に行ったんですけど、うんうんうん、いやー、まあ、世代的にねやっぱドンピシャ、まあ、僕たちはその一番最初の初代の ね、デジモンアドベンチャーっていうやつがもうドンピシャ世代20周年やから、ほんま僕らが小学生、ね、小学校低学年ぐらいの頃やね、やってたやつやから、うん、まあ、そのもちろんその思い出ブーストみたいなもバリバリかかってはいるんですけど、映画自体は18年前ぐらいかな、うん、あの僕らのウォーゲーム、はいはいはい、であのオメガモンに進化した時の、そうオメガモンっていうデジモンがね、もう鳥肌ブワーって立った小学生の僕、うん、はいはいはい、もう今29の年ですけど、はい、もう今でもオメガモンに進化した時ブワーってなるもんね、僕の中の小児がまだ、うん、まだおるな、ほんでまたその当時、うん、もうすごいデジモン知らない人でも知ってるような、うん、デジモンってやっぱり有名な曲が結構多いんだけど、それをやっぱりその今回のトライでも使ってくれてるのにな、はい、そうやねんな、バタフライね、バタフライとか、そう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 、バタフライ使われてるからっていう理由だけであれするのもどうかとは思うけど、うん、いやそれだけでも、ね、でもめちゃくちゃほんまに熱いらしいですね、はい、はい、僕ごめんなさい見てないんですよぜひ見てください僕は僕でな、リズと青い鳥見てないもん、僕見ます、はい、見て僕あのデジモン見ます、はい、それでいこうはい、第8回目のアニメは空よりも遠い場所です。はい、だねいやほんまにねやりたかった、はい、これ急遽本当に僕がどうしてもやりたいっつってそうやねん、これはねちょっとあの漢字で宇宙と書いて、うん、空って読んで、まあ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 、空よりも遠い場所って、はい、ありがちはありがちだけどね、はい、まあこれのちょっとまだ見てない方へ、うん、30秒でわかる空よりも遠い場所。今宇宙って言いそうにならなかった。宇宙。一回これやり直してるからね。オッケー、じゃあ早速ね30秒。はい。いける？いけます。今回は。いけます。はい。じゃあ早速上がりますよ。はい。はい。では用意スタート。何かを始めたいと思いながらなかなか一歩を踏み出すことのできないまま高校2年生になってしまった少女キマリは、とあることをきっかけに南極を目指す少女シラセと出会う。高校生が南極になんて行けるわけがないと言われても絶対に諦めようとしないシラセの姿に心を動かされたキマリ、そこに高校を中退してしまったヒナタ、友達の作り方がわからない一つ年下のユズキが加わり、4人の少女は共に南極を目指すのだった。終わり？終わり。はしょってない？はしょってない。え、すげえ29秒。あーうわ惜しい。いやすごいわ。やった、目指すのだった。いや、ケモフレからのやっとだいぶ間空いたけど、ちゃんと30秒で説明できたね。第8回にして、第8回にして前回50秒、うんまあまあそういう作品ですね。はい、空よりも遠い場所、はい、2018年の1月から3月、うん、だから前のクールやね、言ったら冬アニメ、はい、うん、珍しいですね、あの最近のものをちょっと取り上げるって。そうですね。いやもうね、まあこれには一応理由があって、はい、まあ、正直言ってしまうと僕はあんまり、うん、その今放送しているアニメっていうのをまあ追っかけない勢の人なんですけど、うん、はいはいはい、ちょっとあの前のやつをちょっとずつちょっとずつ消化していくタイプの人間なんですけど、うん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 、そのあるアニメショットバーのマスターに、空よりも遠い場所知ってる、はいはいはい、ほんまにおすすめやから見てみて、うん、来週最終回やねんと言われて、はい、で見たらもうこんなおもろいアニメあるよ。いやもうないよ、一番おもろいいつも言ってるけどいつも言ってるけど、いやもう一番おもろい、今世紀一番。そうほんで見て、ね、そのね最終回も見て、うん、これは、
もうハガレンの次やろって急遽この間に割り込んできた割り込んできてもうやっちゃったのがこの喋りたすぎて、そう、それよりも遠い場所なんですよ、うん、でまだ、はい、まだね終わって間もないからちょっと盛り上がってもいるし、うん、 そうね、その円盤もねまだ、うん、あの最後まで出てないとかもあるんで、うんうんうん、ちょっともう今やなとやるなら、そうなんですよ、そうそうそう、ということで今回はこれを、はいはい、これなんかノーゲームノーライフの、うん、あの制作のチームがね作ってるらしくて、まあ、初めはそれで話題になったんですけど、うん、らしいですね、うん、全然知らんかったほんまに、そうそうそう、うん、あの原作もなくあの、うん、アニメのオリジナル作品、うん、そうで、いわゆるよりもいって略されてるけど、うん、ちゃんとな、うん、あの原作よりもいってなってるもんね、そうね、そう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 、空よりも、うん、遠い場所のよりもいい、はい、ね、あのひらがなのところの抜いてよりもいいって訳してるんだけど、これはもうあのオタク君たちがあの勝手に訳してるんじゃなくて、もうあの公式ですから、公式がね、そう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 、もう言い過ぎじゃないぐらい、うん、もう僕の中でですよ、うん、主に個人的にやけど、うん、はいはい、もうここ数年で、うん、まあまあほんまにトップ33本の指に入るぐらいの、ね、そうね、いやでも実際僕もそうだ、やっぱりまあこの空よりも遠い場所もそうなんですけど、やっぱ女子高生が集まって何かするみたいなアニメってもう近年、うん、もう飽和状態にあるレベル、ね、もう何でもやっちゃってる、うん、何でもやっちゃってる中で南極に行く女子高生たちいませんでした、確かに、ね、そうで別にそれが南極に行くっていうのが新しいから、うん、はい、そんな今までなかったみたいなんで、うん、面白いっていうのももちろんあんねんけども、うん、そうじゃないのよ、はい、単純によりもいがおもろいねん、いやほんまにだけどもほんまにそうやろ、もうほんまに近年のこの女子高生集まってるアニメの中でやっぱり僕もトップレベルで、うん、やっぱりこれはもうなんかおもろいっていうかすごいなと思う、そう、これ、まあ、すごい作品、全13話なんですけど、うん、もうな、もうその素人やから分かんないですけど、はいはいはい、脚本、うん、もうちょっとね、うん、この後1話ずつ掘り返したいぐらいの感じなんですけど時間ないんでいやもうすごい、うん、もう13話でもう全部やねん、そう、まあ、ほんまにもう無駄なところは省き、うんうん、もう見せたいところだけをピックアップしてっていう、その英断というかその、うん、すごいテンポも良くて、そう、ね、うん、その無駄な肉がなくて、はい、そうそうそう、すごい、もうさっきからちょっとすごいしかの完全にあのサーバルちゃん状態になってるからすごい、ちょっと話進めていこうちょっとあの、うん、女の子がメインになるんですけど、はい、まあ、その4人をちょっとあの、うん、紹介していこうかなと思います、はいはい、イメージをね持ってもらうために、そうね、はい、でもちょっと4人あのホームページ の、うん、あのキャラクター紹介をもうちょっとさらっていこうかなと、はいはいはい、どうぞ、じゃあまず主人公の玉木まり、玉木まり、玉木まりで、まあ木まりっていうね、うん、みんなにニックネームで呼ばれて、のだめみたいなんじゃない、あ、まあそれのだめ組、のだめみたいな、呼んでいきますね、高校2年生の女の子、はい、本名玉木まりから友達から木まりと呼ばれている、はい、好奇心旺盛でいろんなものに興味を持ちながらものんびり屋で気が小さいことが災いして何にもできずにいる、卵料理が大好きで特にプリンは欠かせない、しらせの南極計画に感銘を受けて行動を共にすると、はい、はい、お姉ちゃんなんですよね、そうですね、妹がいて、はいはい、うん、この辺とかも、うん、まあ、正直言うと、うん、今までのそういう女子高生 4,5 人集まる系アニメでは、うん、ほんまにありがちな設定で、主人公は結構お店でもこの話するときに、うん、どんな主人公どんな子なんて言われたときに、うん、まあちょっと別作品であれですけど、軽音、うん、のゆいちゃん、そうね、みたいな感じ、もうほんまちょっとのほほんとした感じで、そうそうそう、しっかり者の妹がいてみたいなね、そうそうそう、うん、だけど何かしたくてできひんかったっていうね、軽音、うんうん、も始まりはそうでしたけど、そう、そうそう、それが一番、まあ雰囲気は、まあ、あの顔の雰囲気とかもなんかショートカットで、うん、まあまあ似てるっちゃ似てるね、ただまあ映画見を切りすぎたキャラやけどなこれ自分でねはい、はい、そんで、もう一人、はい、もう重要なキャラですね、はい、小渕沢白瀬、キマリと同じ高校に通う高校2年生、南極探検隊で探検隊員であった、お母さんが行方不明になった中学時代からずっと南極に行くことを夢見てきた、はい、目を引く美人でスカウトされたこともあるが人見知りで無口、南極に行くことをバカにされたことから周りは全て敵と思っているところがある、一方でおっちょこちょいで話せば話すほど残念な一面も、
動物が大好きで特にペンギンには目がない。たった一言、白瀬ちゃんはもう残念美人。なんかほんまに黙ってりゃ、もうかなり、ねトップレベルの美人、美人さんやねんけども、やること言うこと大体残念。まあ、その意地っ張りなところが出てるというか、はいはいはい、でもやっぱ性格は好きやな。いいね。俺も多分こんな感じになるもん。なる？もうあの言うとけ言うとけみたいな。あ、まあそれはね。まあ、この2人がまあ軸にはなるんですけど、あと2人、三宅ひなた、キマリたちの通う高校近くのコンビニでバイトする女の子。キマリたちと同じ年、同い年で高校を中退して今は大学受験に向けてバイトに励みながら受験に備えている。性格は明るく人懐っこい。場の空気を読んでギャグを言ったり自分がいじられたりすることも厭わないといった気遣いができる。断るごとに即席で名言っぽい言葉を言う癖があり、みんなに感心されたり呆れられたりすることも。まあ、ひなたちゃんはまあ僕の、まあ、いわゆる推しですね。いや、ひなたちゃん、推しですね。だってロリ巨乳、違う、そこじゃないキャラクターですよ性格が。そう、でさ、ひなたちゃんはその髪の毛を後ろでちょっとお団子みたいな感じでしてるキャラクターやねんけど、やっぱりね、その髪の毛基本上げてるキャラクター下ろした時の可愛さやばい説。あー、いいね。ね、はいはいはい、お邪魔女ドレミでいつもお団子のドレミちゃんが髪の毛下ろした時の可愛さ、皆さん知ってます？もう世界一の美少女ですから。世界一不幸なね。そう、世界一不幸な美少女やねんけど、そうとか、まあ、慶応のりっちゃんが、かるけど、ね、もうヘアバン外した時の可愛さあれと一緒です。だけどりっちゃんっていうのも出たけど、もうこのキャラクターも、ちょっとなんていうの、姉御肌というか。そうね、そうそう、りっちゃんもちょっとそうやったけど、引っ張っていくようなそう、ね、キャラクターですね。そうその生い立ちとか、その境遇がなんかその、全く一緒じゃないんですけど、結構僕と似てるんですよ、ひなたちゃんって。高校中退、高校中退とか幼卒じゃなかったいや、まあまあ厳密に言えば幼卒なんですけど、厳密に言えば幼卒なんですけど、まあまあそうですね、僕とひなたちゃんの違うところで言ったら、もう僕は大学受験のために頑張ってないっていうところぐらいですか、ね、僕は他にちゃんとやりたいことがあって、まあそれに向かってはいたんですけど、はいはいはい、ひなたちゃんもね、高校中退してるけど、ちゃんともう高2も取って、大学そうや、高2の年やのに、ちゃんともうそういうもう高2のやつも取って、それも好きやなぁ、負けたくないっちゅうのがもう絶対にあるから。そうで次、白石ゆずき、はい、北海道に住むタレントをしている美少女、南極に行く仕事を通して、キマリたちと知り合い、行動を共にすることに。キマリたちより一つ年下の高校1年生だが、幼い頃から仕事をしていた影響で言動は大人びており、疑り深く、同じ年の女の子に比べると冷静で冷めている、友達がいたことがなく、親友をどうしても作りたいと思っている。はい、まあ、このゆずきちゃんがさっき言ってた、まあ北海道出身のキャラクターね、この子のメイン回はね、だいたいね、しんどいんですよ。まあね、その友達の作り方がわからないというそうところをね。で、実際他の3人と比べて、まあ確かにちょっと大人びてるところはあるんやけど、なんかそれが逆にちょっと背伸び感があるじゃないけど、なんかあのふとしたところで見せるなんかリアクションとか、あの笑う時とかはもうやっぱりこの子が一番、まあ言うて1個しか違わないとはいえ、やっぱこの子が一番子供っぽいなってって僕はやっぱ思うけどね。ちゃんとその年下というとも出てる、その年下高校1年生に無理やりその大人の考え方がくっついてしまったう、そういう感じやからね。ちょっとその曖昧な感じがすごいキャラクターに出てて、魅力的ですね。まあ、いいんですよ。そう、そんな4人が、はい、沖縄じゃないわ大丈夫か今回。いや、沖縄も空より遠いけど、はい、まあまあまあ、ここでさ、本当はさ、空よりも遠い場所って、宇宙よりも遠い場所って言うけど、はいはい、まあ、それがまあいわゆる今回は南極のことやねんけど、はいはい、じゃあどんぐらい遠いねんか、お遠いねんかってね、遠いか、はい、遠いのかっちゅうのを僕ちょっと調べてん。おまず、はい、もう先に言うけど、日本から南極までが、はい、まあ、南極って言っても広いねんけど、ざっくり1万2000から5000キロぐらい離れてるね。はい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 、ざっくり、それがどんなものかは分からへん。分からへんでしょ、はい、ほんだら、あの日本から北極、北極、がざっくり6800キロ、だから半分ですよ。そうなんや、はい、うん、ね、で
大阪、僕ら今大阪います、うん、東京行くってなったら、うん、500キロです。はい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 、うん、何倍500キロ何倍、ちょっと予想せやからちょっと算数もちょっとギリ難しいぐらいやけど、でさあじゃあ、うん、空、はい、宇宙、はい、ね、どんぐらい遠いんか、うん、地上から、うん、いわゆる宇宙圏と呼ばれる、うん、はいはいはい、高度があるんだけど、はいはいはい、までがなんと100キロです、うん、そうだから実は空よりも遠い場所って結構そこら辺にあるんやけど、まあまあ確かにね、そうで、そんな中、うん、1万超えやで。はい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 、1万超えね。もうほんまに、うん、日本から果てしない、ね、考えたら、うん、もうほんまに地球の端っこ、うん、っていうぐらいの距離の場所に高校生が行こうと、うんうん、はいはい、どれだけ大変なことなのかと。そう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 、まあそんぐらいの距離なんですよ、うん、分かってもらえるね。この空よりも遠い場所っていうこのタイトルも、うん、あの白瀬ちゃんのお母さんが、うんうん、あの出した本のタイトルになってるんですよね、うん、そう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 、生前のね、はい、うん、そこからタイトルに空よりも遠い場所っていうのになってるんですけど、そうなんですよ、うん、どうですか、好きな回の話していきますか。早速好きな回の話していくな、全部やね、うん、いやほんで、はい、この空よりも遠い場所は、うん、サブタイがまたいいのよ。わかるー、全部語、そう、わかるんごでしょ、うん、その中でも僕が好きなサブタイは、うん、第2話の歌舞伎町フリーマントルっていうなんですけど、はいはいはい、もうね、この回がね、ちょっと待って、え、もうじゃあ1話から行こう。え、1話から行く1話から行こう、もう時間もないし、ちょっと1話からじゃあ行かせて、さっさっと行こう、もうそんな1話の話もしたい、うん、はい、1話しよう。じゃあ1話のタイトルは、はい、青春100万円、100万円ね、はい、100万円ね、その100万円、うん、ひらがなで書いてるっていうのもまた意味があるなって、うん、女子高生たちにとっての100万円ってね、多分すごいよ、その数字で書く100万円じゃなくて、もう多分ひらがなで書く100万円やと思うのよ、うん、いやほんまにそうよ、うん、そういうのもやっぱりこれこのサブタイトルだけで表してるっていうのはすごいなって思う、うん、センスがね、うんうん、でもこの回は、うん、主人公のキマリとシラセが、うん、まあ、出会う回ですね、はい、まあ、物語としては、まあ、何かしたいと、うん、キマリは、うん、で、まあ、ある朝、うん、一人旅に行ってみようと思うわけですが、はい、まあ、いろんな理由をつけて、そう、結局断念して、そう、どこにも行かず帰ってきてしまう、そうやね、もうなんかほんま理由なんか多分何でもよくて、そう、雨が降ってたからとか、そう、そう、そういう理由でやめてしまうんですけど、キマリちゃんはもうほんまにその一番 の、 高校生活の目標って、はい、まあ、ぶっちゃけ言うと青春したい、そう、うんうん、っていうのが、まあ、キマリちゃんの、まあ、高校入ったからには青春したいっていうのが、うん、もうすごい念頭にはあんねんけども、うん、でも何かを一歩踏み出してやり始める勇気がやっぱりちょっとこの子はちょっとビビリというか、うん、なくて、はい、そうこうしてる間に結局2年生になっちゃうわけですよ、はいはいはい、うん、だいたいあれやんか、あの女子高生がさ集まってやるアニメってさ、別に全部が全部そうじゃないけど、うん、結構その1年生高校入ったし何か始めようみたいなんで始めるパターンのアニメって結構多いけど、部活入ってね、そう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 、キマリちゃんに関しては何もできないままもう1年が経っちゃうんですよ、2年生になっちゃう、うん、で3年生になったらもう受験もあるからっていうので、うん、焦りもあってな、うん、そうそう、そんな時にあの白瀬ちゃんと出会うわけですよ、南極に行きたいって言ってる、ね、白瀬と出会うシーンも好きなんだよ好きな、その断念した夜、うん、夜かな、そのとぼとぼ歩いてる、うん、決まりを走ってる白瀬が追い抜いていくんですよ、うん、そうですね、で、まあ、ちょっとぶつかってしまって、そこで白瀬は頑張ってバイトで貯めた100万円を落としてしまい、うん、でそれを翌日届けるというのが出会いになるんですけど、 そうですね、うん、そのとぼとぼ歩いてる決まりを何も目もくれず走って追い抜いていく、うん、知らせっていう、うん、これもう上手と思って見えてへんやろな、うん、周りが見えず走ってる、それだけそのワンシーンで、うん、その二人の今の心情とかを、うん、全然違いがあるっていうのがな、そう、うん、表してんだよなでもこの走ってるっていうのが、うん、第2話にもつながってくるんですけど、そうね、はい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 、でその一個ね、好きなセリフで、うん、チャレンジしようとして、うん、一人じゃできなくて、うん、
私のそういうとこ大嫌いっていう、うん、セリフがあって、そうやね、もうひまりはそうやねんな、あの、うん、やりたいけど結局ビビって逃げちゃう自分を良しとはしてないんや、そう嫌いなんやけどね、嫌いやけどでもやっぱりその怖いっていう気持ちが今まで勝っちゃってて何もできないままっていうね、うん、その二人が出会うのがまあ第1話ですわ、出会って出会って長いな長いなってもう、まあでも、まあでもどうせ、まあでもどうせ後半そんなにね言えないから、まあね、そうネタバレになってくるからね、1話はやっぱりちょっと言わして、そうで、まあじゃあまあまあまあ、そのじゃあまだ言っていい、いいよいいよどうぞどうぞ、今回グイグイくるなで、まあ100万円が知らせの元に落としてたよって届けて、うん、で、まあ、その南極に行く話を聞いて、まあ、それに感動して心を打たれて、はい、知らせから、うん、じゃあ一緒に行くと、うん、南極、はい、まあ、笑顔で言われた時に、うん、キマリの目が輝き、うん、挿入歌バーンって入るところパン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 完璧やねいやもうほんまにこの1話完璧、そうなんですよ、そのちょっとね、うん、話それるけども、そのほんまに挿入歌が良くて、そうね、まあ、挿入歌何個かあんねんけど、うん、まあ、その中でもやっぱり多分みん、うん、よりも見てる人がやっぱりみんな一番印象深いかな、印象強いかなと思う挿入歌が、うん、まあ、その遥か遠くっていう、そう、ね、まあ、そのまあ、1話で早速流れる挿入歌やねんけど、うん、イントロの入れ方がほんまに全て神なの、もうすごい、もういやすごいよな、もうだから最初の方は分からへんねん、うん、ただちょっと後半、うん、パン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 ってなると、ギタギタギタってなんねん、ほんまにいいシーン来るってなる、めっちゃ泣く、ほんまにそう、だから実際、うん、やっぱり一緒に行くって言われて、うん、行くみたいなのじゃないんですよ、じゃないよないよ、うん、そう、うん、結局ちょっと怖い、そう、まだそこは一回悩むからね、ちょっとね、そう、うん、結局怖い、で、しらせちゃんも分かってる、うんうん、正直誘ったのはキマリが初めてじゃないねん、そう、そう、ね、でも今までの誘った友達とかも遠いからとか、うん、お金がかかるからとか、ちょっとやっぱ行くの怖いとか、危ないとかね、で、うん、やっぱ来てくれないっていうのをしなせちゃんも分かってる、うん、だからキマリもそうなんやろうっていう、そうぐらいのね、そう、うん、思いもありつつ、うん、まあやっぱちょっと言うたら私は南極行くこと応援してるって言われたのが多分嬉しかったんかして、うん、やっぱ誘うわけですよ、はい、そこでな、行くか行かないかっていう葛藤を決まりがまあするんやけど、で、まあ、その言われた翌日にね待ち合わせをしてるんやけど、うん、もうずっと悩んで一日悩んだ決まりがそこに行くって決意してから、うん、ずっと走ってんのよ決まりは走って幸せのとこに行くのよ、はい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 、そこで挿入歌ずっとかかってんやけど、はい、そうね、もうね、たまらん、いや、ほんでまたそのしなせちゃんってめっちゃクールキャラで、うん、もうずっと、まあ、正直クールキャラどころかちょっともうふてこいねん、あ、そうね、ふてぶてし顔が、うん、ちょっとむずっとしてるねんけど、みんなに怒ってるぐらいの感じで、そう、うん、ねんけど、ほんま時折見せる満面の笑みが、うん、もうね、もうビビるぐらい可愛い、うん、いや、なんか可愛いっていうかね、眩しいの、そうね、そのしなせちゃんの笑顔が、うん、もうこの笑顔に決まりはやられたんじゃねって思うぐらい、うん、すごい、もう1話でどんだけ喋んねんいや、もうそんそうなの、ちょっと前半終わるか、そう、いや、でも1個ね、はい、いいだろうね、ほら、終わらない、高校生やなって思うシーンがあんのよ、お、はいはいはい、うん、まず、すぐ行くわけじゃないね、南極に、うん、まずは、どの船で、はいはいはい、南極に行くかっていう見学についてけえへんかっていうお誘いがまずはあんねんけども、しらせちゃんから決まりにね、うん、で、それが広島やね、はいはいはい、で、2人の出身地は群馬です、はいはいはい、うん、群馬から広島まで新幹線で行くって、まあ正直結構なお金がかかるわけ、うんうん、車内弁当みたいなやつが来んねんけど、高いね、車内弁当が、そう、それがやっぱ高校生ではとてもじゃないけど、うんうん、1000円超えの弁当なんか買えない、そうだ、そうやわ、うん、から
2個入ってるおにぎりセットみたいなやつを1つ買って2人で分けて食べるシーンがあるんだけど、高校生やなって思う、ほんまに。いいな。そう、いくら白瀬ちゃんが頑張ってバイト頑張って100万円を持ってるとはいえ、そういうための100万円じゃないから、ね、お小遣いはそこには含まれてないわけですよ。ね、だから僕らでもまだ高い。ちょっと高いよな。そういうあのところどころのなんかふとしたシーンとかやりとりとかが、ほんまにうまいこと高校生っていうのを描いてるなっていうのがすごい伝わってくる枕作品なんですけど、ちょっとこの辺でやめとこう。にはね、はいはい、あのさっきゆうちゃんが言ってた歌舞伎町フリーマントル、歌舞伎町フリーマントル、これはなんか別になんかセンスがあるなとか、はい、そういうことじゃなくて、もうなんかほんまに五感が好きやな、分かる分かるみたいな感じ、気持ちいいね、うん、やねんけども、もうね、2話の内容がね、うん、ほんまに僕は好きやけど、ちょっと1話でちょっと、はい、あまりにも時間はあるけど、ちょっとここから巻きでいこう。ひなたちゃんが加わりますね、うん、そうね、うん、はい、もう一人コンビニのひなたちゃんが、うん、そう、なんでかって言ったら、白瀬は100万円を持ってる、うん、はい、ね、でも決まりは普通の高2なんで、うん、普通の高2っていうか、まあ、白瀬は普通の高2やけど、うん、当然そんな100万円の貯金なんかしてない、はい、でも南極に行くにはお金がいる、うん、はいはいはい、バイトを稼がないと、うんうん、バイトを稼がないと、バイトしてお金を稼がないと、はいはいはい、っていうので、まあ、その日向ちゃんが働いてるコンビニで、うん、決まりも働き出すんですけど、はい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 、そうね、でそこで出会い、うん、でそこからどうやって結局実際に南極行くんやということになって、そうそうそう、知らせが、うん、まあ、お母さんが南極隊員にやったっていうこともあって、うん、その次行く南極の探検隊の人たちが、うん、そのなんか親睦会みたいなのを歌舞伎町でするという情報を掴んでて、うん、でそこにちょっと潜入しよう、そうで、うん、民間やねんな、そう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 、そう、その観測隊っていうのもしっかりそういう仕事をしてる人たちではなくて、うん、民間なんですよ、うんうんうん、だみんな本業持ちつつね、持ちつつも南極観測をしたいからちゃんと、うんうんうん、勉強をし、はいはいはい、準備をし、うん、集まり、うん、観測隊として結成し、うん、っていうのが民間観測隊、うんうん、好きなシーンありますか、うん、ここの好きなシーンですか、もう何よりもやっぱり走ってるし、走ってる1話に引き続きまたこいつらこの話してんでと思うけど、もうね1話2話はね、うん、もうその走ってるシーンに全てを込めてる感がやっぱあんのよ、実際動き出した感っていうのが、そう、その走ってるというシーンにすごい入ってるよね。どこを走ってると思う、うん、歌舞伎町ですよ、夜の歌舞伎町の街を、まあまあ逃げてんねんけどまあね、うん、これは追いかけっこしてんねんけど、歌舞伎町に一番初め来た時はなんかめっちゃビビってるわけですよ、歌舞伎町の雰囲気に、ここが歌舞伎町、そうそうそう、やばい、夜初めて来たみたいな、はい、うん、でその走ってる場所も歌舞伎町の思い出の抜け道っていう通りがあるんだけど、うんうんうん、実際にね、そこを走ってるみたいな、はいはい、うん、もう憎いことをする、みんながそう、ほんでまたキマリと白瀬ちゃんとひなたちゃんとみんながね、うん、チリチリに逃げんのよ、そう、一緒に逃げんじゃなくて、うん、そう、もうそれがでもね、走ってるひなたちゃんがこれもね、うん、後々見たらすごいあれやねんけど、はい、後々見てからこの2話もう一回見たらあれやねんけど、ひなたちゃんすっげえ走んねんけどそういうことかみたいなね、バインバイン、いやいや、まあまあ、おっぱいがね、おっぱいがね、まあ、ロリ距離ぐらいな、いや、そこじゃないねん。はい、まさにね。そこじゃないねんけど。もうね、ここもまた主人公キマリのセリフがあるんですけど、なんかね、うん、動いてる気がする。そう。私の青春が動いてる気がするっていうセリフがあるんやけど。はいはいはい、もうやめても、怪我さんとって。なんでよ。祈りちゃんボイスで。ええ、セリフやねんから。もうね、もう、まあ、ここもやっぱりその例に漏れず挿入がかかってるわけやけど、はい、もう号泣いや本当にそうなんですよ、なんでこんな涙出るんやろなって、もう、まあ、やっぱり僕らもね、高校生の頃ってそういう何かしら夢とか、はい、やりたいなと思ってできひんかったこととか、ありますあります、いっぱいあって、けどそれが動き出したところを見るともう
それだけでそのまっすぐに伝えられるともうおじさんたちはもうやられてしまいますよね。そうね、うん、そう、まあ、それがまあいわゆる2話ですわ、はい、3話いきますか。3話いきましょう。ちょっと3話の前にちょっとおかわりさせてください。あ、はい、すいません、ちょっとおかわりしました。はい、進んでますね今日なんか進んでますね。いや、まあかんわ、まあ、僕3週目なんやけど、あの、まあ、ついさっき最終回を見終わってこれ収録する前にね。そうそうそう、はいはい、3週目のね、うん、そうそうそう、でもそれもあってちょっと今すごいだいぶ高まってもんね。すごい、はい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 、はい、じゃあ3話、はい、3話タイトル「フォローバックが止まらない」。はい、まあ、ここはあのゆずきちゃん、うん、北海道の美少女と会う回ですね。まあ、最後のメンバーやね。はい、はい、まあ、ゆずきちゃんっていうのは言ったらもともと子役の、はい、まあ、言ったら芸能人や。そうね、うんうん、そこまでめちゃくちゃド有名ではないけれども、うんうんうん、歌出してたりとか、はいはいはい、でその言ったらゆずきちゃんのデビューシングルがサブタイのフォローバックが止まらない。そう、フォローバックが止まらないっていうやつなんですけど、うん、まああんまりね、この回もこのゆずきちゃんが、まあ、あのみんなと、ね、出会う回なんですけど、まあ、この子はそのずっと芸能界でいるから友達がいないわけですよ、はい、なかなか、はい、転校があったりとか、はい、仕事で学校なかなか行けなかったりとかで、はい、でまあ伊豆ちゃん的にはあの南極なんて行きたくないと。はい、うん、まあね、あのもう寒いのも飽き飽きしてるし、北海道出身ってだけで選びやがって、そう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 、行きたくないから、あの白瀬ちゃんたちが行きたがってるというのを、まあ、たまたま聞いてね、うん、そう、よかったら代わりに行きませんかみたいな、うん、まあまあで、そんな無理な話じゃないですか。そりゃそうや、そりゃそうや、ゆずきちゃんが仮に無理ってなっても別のアイドルの子とか結局、ね、が選ばれるだけの話だから、まあ、そういう、まあ、高校1年生なりのちょっと、まあ、無茶なことがきっかけ で出会うんですよね。うん、ここの演出で好きなのは、はい、窓に注目してほしい。ああ、そうね、まあ、そういうのがうまいなと。でやっぱ3話までの流れを、うん、あの見て、うん、やっぱ僕がそのよりもえが他のやつと違うなって言いたいのは、うんうん、そもそも南極って高校生は行けないんですよ。アニメやからなんとかなって、うん、結局この4人は南極に行けるみたいな風に、はい、まあちょっと見られてる節もあるみたいで、あるね、見てない、うん、あの人たちからは、うんうん、でもほんまに、そんなことはなくて、確かにアニメやから、うん、まあそれはもちろんそう行くっていう話やから、行くっていう話に当然持っていくのは当たり前の話で、そら、ね、うん、はい、そうやねんけども、うん、ご都合主義ではないのよ決してこの話は、ね、うん、多分あの言ってしまったようにこのゆずきちゃんのこの南極に行くという企画がなくても、うん、多分この3人だけでも極端な話多分行くと思うのよ、うん、どうにかして、うんうんうん、もうちょっと時間がかかったとしても、はい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 、別のルートで多分行くと思う、うん、なんかたまたまこのゆずきちゃんと出会って、はい、物語が進んでいくけど、はい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 、はい、うん、決してご都合主義、もうご都合主義やろって言われてしまえばそうやけど、そりゃそうやけどね、うん、うん、そうそうそう、だからこのまだ3話ぐらいまでの中では4人ともが、うん、まあ、ぶっちゃけ、うん、そのこの、ね、アイスブレイカーじゃないけど、うん、そこまで打ち解けてないねん、まだね、実際、うんうん、そんななんかもう私たちは親友だみたいな、うん、そんな感じとか、うん、あんまなくて、はいはいはい、まだまだみんなが4人が4人とも知り合って間もない関係っていう感じなんですよね、はいはいはい、うん、そこからも当然ねやっぱり友情は深まっていくんやけども、はいはいはい、そこからの4話、うん、まあやっぱり3話ってラッキー、まあ言ったらラッキーやと思うのよ、この、うん、たまたま女子高生が南極に行く、はい、ね、あれがあそういう企画があったからね、そうそうそう、まあ、それって、まあ、やっぱりラッキーで、まあ、やっぱアニメ的展開やとは思うんですよ、うん、そこからの4話、はい、4匹の芋虫っていう回があるんですけど、はい、まあ、このタイトルも好きで、うん、まあ、その寝袋に入ってる姿と、はい、うん、まだまだ成長過程の芋虫っていう、そうですね、そころをかけて、うん、何にもできへん、そう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 、うん、っていうのをかけたこの素敵なタイトルなんですけど、はい、この回はその実際南極に向けてその訓練とか講習とかを受けるっていう回なんだけど、 1,2,3 話であった、まあ、ちょっとアニメ的でラッキーな話を、うん、まあ、ちゃんと4話で、うん、ほんまに南極に行くってなったらこういう訓練もあって、はい、こういう講習も受けてっていう、うん、ちゃんと締めた真面目な回も入れて、お前らが高校生やから何か特別なあれがあるわけじゃないぞっていうね、うん、ちゃんと一人の大人として扱うよっていう、はい、ちゃんとここで一回キュッて締めるっていう、うんうんうん、その緩急のつき方も本当に生死に関わることやからね、そうそうそう、南極に行くっていうのは実際ね、白瀬のお母さんは南極で、ね、亡くなってるわけやし、そういうことですから、はい、そうそうそう、うん、そういうあの緩急の締めもすごいあっていいなっていう、うんうん、ここの、ね、もちろん挿入感もめっちゃ良くて、そうなんですよ、だから
決意をまた新たにする回ですね、はい、ここは、うん、はい、で、まあ、次5話、はい、ディアマイフレンド、もうね、5話、5話まで見てください はい、はい、うん、5話まで見て5話見終わって、うん、ちゃうなって思ったら、うん、ちゃうちゃう、もういいもうよりもいいはもう、うん、とりあえず5話まで見てほしい。はいはいはい、はい、5話はどんな話かというと、うん、まあ日本最後の日ですね。そうですね、もう簡単に言ったらいろいろ準備を整えて出発するのが、うん、まあぶっちゃけ5話、まあここまでに話さなかったですけど、まあ、ずっと登場するキマリの親友が別でもう一人いる、はい、まあ、その子はね一緒に南極に行くわけではないんですけど、めぐっちゃんですよ。そう、めぐっちゃん、めぐっちゃんとのこの話が、はい、2人のね話があって、そう、ここもな演出がな、もうスコスコのスコよ、スコスコのスコ、はい、まあ、ここも本当にありがちやねんな、主人公には幼馴染がいて、しっかり者、ね、しっかり者で、もう子供の頃から、うん、正直面倒を見てくれてる、そう、お姉ちゃん的な幼馴染がいて、でもその幼馴染は何かをする、うん、主人公が何かをするという、うん、そのコミュニティに入るってなった時に、うん、いない、はい、これもまあよくあるねん、よくある、ね、あんねんけど、でも、うん、めぐっちゃんはよくおらんタイプのね、幼馴染なんですよ。やっぱまあこれも王道をすごい言ってんねんけど、うん、ここでちょっと王道外してくるみたいなびっくりさせ方、もうそのね、うん、もうほんまにおいめぐっちゃんってな、もうでもここからはほんまにちょっと言えないやつになってくるんで、うん、まあ号泣よけど、そう、まあでも本当にそうですね僕は初めて見た時、うん、5話で、うん、もうほんまにボロッボロ泣いて、もうそっからほぼ前は泣いてたぐらい最終回までやったんで、まあ、まず5話、5話の、まあ、ネタバレにならへん、うん、ちょっと好きなシーン言っていい、これで、どうぞどうぞまあ、学校で壮行会みたいなのを開いてもらうんですよ、体育館で。ああ、はいはい、キマリとシラチは同じ学校なんで、はい、まあ、南極に行ってきますと、はい、でもシラチはそのみんなからバカにされてもずっと行くと言い続けて、うん、ここまで来た、はい、で2人で体育館で前に立って、はい、マイクで見てきますみたいなのを言うんですけど、うん、はい、2人並んで立ってて、はいはい、後ろでこっそり拳をコンって合わせるんですよ、はい、こつってね、そこ超好きもうこのまま今日ちょっと的爆に喋らすぎたらもうなんか全部言ってまいそうやからもう5話の話も終わり、わかりました、はい、言いたいけど、言いたいけど、じゃあそうだ、続きは C パートで見てから言いましょう、はい、次行こう、次第6話です、ね、6話ですよ、第6話、はい、ようこそドリアンショーへ、この回もね、うん、ほんまにもう超好き、いや、まあ、全部好きやねんいや、もうほんまな、もう、まあ、僕一番って言っても過言じゃないぐらい好きかもしれない6話が、うん、ですね、6話、はい、6話は中継地点として1回飛行機でシンガポールに立ち寄るという、はい、シンガポールでのお話、そうで、そのシンガポールで日向ちゃんが、うん、まあパスポートなくしてしまってちょっとわちゃわちゃするっていう回なんですけど、そのパスポートをなくしたちょっと罰ゲーム的にドリアンを食べるというシーンがありまして、ということでドリアンジュースを用意しました、ドリアンマジで、はい、ドリアンサイダーです、ドリアンサイダー、え、瓶に入ってるやん、ちょっとゆうちゃん罰ゲーム、ちょ、待って何もしてんし衝撃いいなんやけど、うん、無果汁って書いてるな、ちゃってくれよじゃあドリアンちゃうやん注意があって、ほんまに言ってんの、うん、この製品は独特の香りがしますが、うん、ドリアン特有の風味ですので安心してお召し上がりください、なんなんその安心って不安にさせる匂いってことやん、ちゃあ、開いた、ちょっと嗅ぐわ、うん、あー、もう来てるわ、うっせやん、無理だって僕多分飲めるもん、じゃあ俺無理、涙止まらないけど、これ多分飲めてもったら面白くないから、ほんまに俺って嗅いでるだけで安くなる、じゃあ一応じゃんけんする、一応じゃんけんしよう、いくで、最初はグーじゃんけん、はいはい、ごじゃん、はい、ごじゃん、はい、
アイコでしょ。よっしゃやったなんで負けんねん。いや、ほんまにいや、ほんまにいや、ほんまにいや。あ、じゃあこのキャップ、まとまちゃんグビって飲んで。あ、ゆうちゃんキャップに入れて飲む。俺はキャップに入れてちょびって飲むわ。オッケー、うん、飲むんや。飲む。いや、せっかくやし、わざわざ500…キャップなみなみやん。じゃあ乾杯じゃん。はい、乾杯。乾杯。うおー、乾杯。乾杯。ちょ、あ、いけるわ。ちょ、うわ、ちょ、口の中くっそ。僕は、え、今二口目飲んだ。今二口目飲んだ。今自分めっちゃお客さんで絶対。ちょ、ほんま。ちょ、こっ。いや、こっ。でも僕も生のドリアン食べたことないけど、多分この多分数万倍くさんやろな、多分きっと。いや、もう心臓の動機やばいねんけど。まあこれをね、食べるという回。いや、アイスブレイカーが味濃くてよかった。いや、あるんですね。いや、こわっ。うわ、これちょっと後でさ、あのシーパートスタッフの小野くんに飲ませようぜ。CM で、うん、後で飲ませよう、はい、うん、この回どうですか。はい、この回、うん、いや一番好きという、まあ僕のゆうちゃんのね、あの、うん、悪い癖なんですけども、うん、やっぱり女の子が集まっちゃうと、うん、やっぱね、ちょっとそういう目で見ちゃう。あね、そこのなんていうの、うん、この4人の、はい、なんか組み合わせ的なのはちょっとここで、はい、あの決定的に なるというか、なってしまうんですよ。もうここはね、完全にひなしらの回なんです。はい、ひなたちゃんとしらせちゃんのカップリングの回、ね、生まれる。そうね、ここはやっぱ、うん、ここメインになるのはまあひなたしらせやな。そうですね、うん、で そこまでの間でゆうちゃんは正直ひなしらの波動はすでに感じてはいたんですけど、はい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 、ちょこちょことね。この6話で、ね、あこいつ、あもうこあってなってな。キモ。いや、その波動を感じさせるのも、うん、多分うまいと思うのよ。いや、まあまあそうね、そう感じさせといてここでバーンってさせるっていう前振りやから言ったら、うん、だからなんかみんながみんな出会ってる時期がほぼ一緒やから、うん、誰々の方が誰々の方、うん、人のことを分かってるってあんまりないのよ、うん、はいはい、まだね、うんうん、だからどっちかっていうとその共鳴的なやつで、うん、まあそのより仲いい人間みたいな、うん、より理解し合える人間っていうのが決まってくるんかなって、うん、まあグループってさ大体そうやんか、ね、多分この回はほんまにこの4人の関係が明らかになるというか、うん、そうね、うん、そういうここは回やと思うよ。はい、だからまあ気まゆずなんですよ、それで言うたら。うん、そうはね、いや本当に、まあ、これも、まあ、この6話前後の回でその辺もちょっとね波動がめちゃくちゃビンビン伝わってくるんですけどね、あの気まゆずもがっつりね、はいはいはい、あってひなしらもあって、はい、もうねうまいことね2つに、別に4人は4人長いんですよ、はいはいはい、うん、で言い上がってて、うん、なんかもう、ね、僕が言ってるのはオタクの妄想やけれども、あの本当にその友情的な意味で言うても、うんうん、やっぱりそのちょっと特別感があるかなって、はいはいはい、あの日向と白瀬、決まりとゆずきっていうこの2ペアには、うん、まあちょっとそれぞれ特別ななんか感じがあるかなっていうのはやっぱありますね。うん、でね、うん、ここで好きなシーンはめっちゃくちゃ臭いな。うん、あのやっぱりベタやけど、マーライオンの前行くわけです。はい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 、で記念撮影しようよと、はいはい、いうシーンがあるんだけど、うん、日向が、うん、写真撮るときに、うん、あーなんかポーズっていう、はい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 、かわいい。あの井口由香さんなんですけど、いやもうぴったりや、ね、そうなんですよ、もうねその話もね、うん、やっぱりねちょっとしたくて、うん、まあ、これ完全に6話の話ではなくなるんですけど、うんうん、もうね井口さんの今までの歴史のキャラ俺いっぱい見てきたけど、うん、もうほんまにこの日向ちゃんはイグスさんしか無理って思う、ほんまに。自分のこと、あの、ひなたちゃんでーすみたいな、いう感じとか。明るく元気なひなたちゃん。そう。そう、まあ、パスポートなくしちゃうんですけど、その、パスポートなくしちゃう。大丈夫、大丈夫みたいな、うん、その、大丈夫を演じてる演技みたいな。そうね。すごいな。そう。だから、もちろんその演技力の話も、うん、にもなってくるんやろうけど、うん、やっぱりその、なんやろね、あの井口さんができる最大のこういうキャラクターの演技っていうのに、うん、もううまいことその日向っていうキャラクターがもうめっちゃ
ベストマッチしてんだから、うん、それ別のやつちゃう、うん、あ、これ雷でビールベストマッチしてる。いや本当に、はいはいはい、これ以上のベストマッチはね、うん、もうちょっと今までの井口さんがこうやってるキャラクターの中でちょっと見たことない。今まではあるんですよ、うんうん、もちろんね。ただやっぱりもうひなたちゃんがすごい、もう代わりが絶対無理やろなって思う。ほんまに、うんうん、そうそうそう、まあ、なんか他の、ね、声優さんたちもほんまに もちろんそうやねんね。そう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 、特に思ったのはね、特にそう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 、うん、そうなんですよ。あとは何やろな、ここで好きなのは、うん、あの白瀬ちゃんが、はい、もう大事な話するときはちゃんと正座して、うん、顔を見て話すみたいな、はい、その白瀬ちゃんの、はい、もうその行動だけで、うん、もう性格がうまいな、その13の短い中に入れなあかんから、うん、そうやって入ってんねんけど、 そうでそれに、うん、あの相対して日向っていうのは、うん、結構何に対しても結構ごまかすというか、うん、煙に巻くというか、うん、ね、ちょっとうやむやにする、うん、ええやええやみたいな感じを、はいはいはい、うん、そう、もうほんまにだからええやんええやん、よくないみたいな、もうほんまうまいこと、ね、2人のあれが対局になってて、うん、好きやー、ひなしらー到底喧嘩してーキモいな7話いく？じゃあ6話のな、6話のもう最後の、止めてくれね、6話の最後の知らせのセリフが、うん、この中で僕の一番好きなセリフもここなんですけど、はい、もう言っていいやんな、 言っちゃうのもうちょっと言って、嫌やったらちょっと10秒飛ばしてください、うん、ここから、うん、なんて言うの、一番好きなセリフ、知らせの、うん、気にするなって言われて気にしないバカにはなりたくない、うん、先に行けって先に行く白状にはなりたくない、あっさり諦める根性なしにはなりたくないっていうセリフが一番いいシーンのとこや、はい、ちょっと飛ばしましたあんねんけどここのセルフで、もうほんまにビャビャ泣きよな、ほんまに言い過ぎじゃないけど、うん、もうほんま全部の輪でちょっと泣いてしまってるのよ、うん、もうそんなアニメ初めてなんやけどおそうやね、なんか僕は、まあ、ぶっちゃけ自分で言うのもないけど類戦ゆるいマンだからあれやけど、まとまくんは別に、まあ、泣くときは泣くしぐらいの人やもんな、うん、でも全話で、もうやられねえけど、特にこの6話のこの最後は、はい、もうなんかほんまにもう直球やん、こんなん大声で言っちゃうみたいな、それを友達に言えちゃう、うん、もういや初めは一人でも行くやってんけど、うん、だんだん物語が進むにつれてその理由が4人で行く、うん、みんなで行くことに意味がある、ね、に変わってきてる、うん、その変わってくる、ね、その流れも上手になって、うんうん、そうね、もうこの4人がいたからいけるみたいなな、はい、そうそう、じゃあちょっとごめんなさい、はい、7話いきます。第7話、うん、空を見る船、はい、でまあ言ったらここで後半に入りますね、うん、ここから、フリーマントル、うん、オーストラリアに着くんですけど、うん、ここは前半はまあこの4人の結構お話っていう感じで、うんうん、で第7話からはあの一緒に南極に行く大人たちも結構入ってきて、民間観測の、うん、観測隊の人たちがだからここで一気にキャラクターが増えるね、そうそうそう、うん、だから、まあ、言ったら後半の1話みたいな感じなので、うん、結構みんなその大人たちの、まあ、ちょっと紹介とか、あの、まあ、1回目の観測隊はどうやったのかとか、うんうん、まあ、そういう話が入ってくる感じですかね、はいはいはい、うん、ここでもうね、あの日向と白瀬のちょっと関係が出るんですよ、うん、いつでも白瀬の背中を押すのは日向やっていうね、そうな、ほんまにだからもうなんか支え合ってるよね、そうよ、好きもうよ俺はそのいいとか好きとかばっかり8話いきました、8話いこう、はい、8話、はい、吠えて狂って絶叫して、はい、ここはまあいよいよ船に乗り込み、はい、南極に向かいますね、はい、はい、でそのまあ吠えてくるって絶叫してというのが、うん、まあ南極に向かう途中で緯度の関係で、はい、すごいやっぱり波の荒れるところを越えるときに絶対に、ね、通らないといけない、通り抜けなあかん、突っ切らないといけない、そうそうそう、それなんでそうこう言うんですかね、それは実際にそういうふうに、よりもいとか関係なく実際にそういうふうに言われてるらしいんですけど、うん、吠える40度、はい、狂う50度、叫ぶ60度という、その大変な船に乗って、みんな船酔いしまくって、うん、はい、うん、
ここはねちょっとあの賛否のあった回ではあるらしいんですよ。あ、そうなんだ。最後ちょっとあの、まね、こう言っても大丈夫と思うけど、うん、ちょっと荒れる海のところを船外に出るというシーンがあるんやけど、あ、まあ、ちょっと危ない。そうね、それは俺も見てて思った。かる、大丈夫なそんな、そんなことして、ヒヤッとしたし、うんうん、なんか叩かれるかもしれないなとも思ったんですけど、うんうん、やっぱ実際そういう声があったんや。そうそうそう、結構あったみたいで、でも、まあ、高校生らしいし、なんかそうやね、結局なんかもう高校生、いや別にだから許されるって言うたら、うん、あのすごい極論になってしまうけども、うん、高校生ってやっぱりノリでやっちゃう部分もあるし、うん、その高校生やから、大人やったら出たいってなって出ないけど、そうはね、高校生は出たいってなったら出ちゃうっていう、そこを結局は描写したかったんやろうなっていうふうに僕は捉えましたけどね。でここに新曲の挿入歌も入るのよ。でやっぱりそのすごい見せたかったシーンなんやなっていうのもやっぱり感じるぐらい、うん、いいシーンなんですよね。うん、じゃあ次9話、うん、9話南極物語ブリザード編っていうね、うん、はい、南極恋物語、あ、なんか南極恋物語、うん、そう、もうこれはもう完全にその南極物語をもじってる感じだよね。まあ、ここがまあようやく南極について、そうなんです、まあ、ここでね、うん、しらせがずっと言いたかったね、あのセリフが、うん、ここもほんまいいよ、もうそこがね、そうなんですよ、やっとやっていうね、はい、うん、でここでもまた背中を押す日向、うん、そうね、うん、で日向背中を押したけど、うん、みんなでっていう知らせ。そうね。知らせ的には、うん、いやもう自分じゃなくて、うん、みんなで来たんやからみんなでやろうっていうのがもうこの辺ではもうしっかり固まってるから。そうそうそう。そこがいいね。うん、そのあとは砕氷船の話とかね、その氷を砕いて何度でも何度でもっていう。はい、すごいな。かっこいい。ああやって氷を、南極の氷を砕くんやなっていう、うん、もうな、その船の自重で氷を割るんですけど、乗ってな、戻って進んで氷に乗ってドーン、ドーン、それのただただ繰り返しっていうのが、いやもうすごい、この女の子たちの頑張りにも重なり、はい、そこもなもううまいな。いや本当に、ね、誰なんやってうまいなって上からみたいになってるけど、いすごいなって、この人うまい、すげえやっとるわほんまに。で10話パーシャル友情、ここはまあ、いわゆる昭和基地に到着、実際にね昭和基地っていう南極の、うん、あるね、うん、に設置されてる基地があるんですけど、はい、到着して、はい、まあ、そのタイトルの友情といったのもあって、はい、ここはゆずきちゃん会ですね。まあそうですね、はい、この友達とは何だろうという話が、まあ、ここで、まあ、まあね、俺とマトバッチって友達、まあ、そういう話やな、だから、友達誓約書やで、うん、やっぱり僕の中でやっぱそうやけど、やっぱマトバ君の中でやっぱいつまでも店員と客ですか、客そうけど、そうね、そういう、うん、ね、ここはね、ここも最後ね、あの名言が、いや本当にね、これ言えない、ね、これは言えない、はい、我慢します、これは言えないですね、します、まあでも本当にこの、ね、みんなの中でそうね、そうねで11話、はい、ドラム缶でぶっ飛ばせ、いやもうね、はい、この回はゆうちゃん大好物回、僕もだからここも、はい、日向と知らせなんだよね、まあまあそうですね、言ってしまえばそうなんですよね、6話と一緒で、はい、そうそうそう、ここはまあ、大晦日の夜ですね、はい、あの南極と日本を中継でちょっと結ぶという回なんですけど、まあだからどっちかっちゅうたら、まあ、日向と知らせっていうかは、まあ、日向ちゃんメイン回になってくるのかね、まあ、まあメインのね、うん、そう、ここもそ、まあ、その日向ちゃんの学校を辞めてバイトしてっていう、はいはい、なんで中退したかという話とか、そうそうそう、どういう過婚を、ね、うん、あの日向ちゃんが根に持ってるのかとか、中途半端なこと絶対許さないマンの知らせが、はいはい、そう、友達のためにあんな怒れるのかっていう、そうですね、はい、うん、っていうのがもう、もうね、ここもほんまもう拝みまくってたもんな俺この回、ありがてえありがてえってもうほんまに、さあそこからの12話、はい、まあクライマックスですよ、いわゆる、そうですね、ここはでもすごいよね、サブ隊、
空よりも遠い場所、はい、ここに来るんです。タイトルを、うん、12話って最終回じゃないんですよ、これ。そう、一応13話。13話が最終回で、うん、もうね、12話はね、なんかね、俺はあんまり何も言いたくないかな。ここ、ただ、うん、ここまで泣いた泣いた泣いたって言ってるけど、うん、一番泣いた。そうね。まあそれだけは、まあそこだけはやっぱそう言うとこかな。うん。もうでもほんまにどういう内容かっていうのは、もうここはほんまに見て、楽しんでほしいから、うん、あの、ここはほんまに、すごい、あの、もう、まあ、ド直球に泣けるかい。そうね。うん、っていうぐらいかな。うん、で、から、13話。の、はい、13話。きっとまた旅に出る。はい、最終回ですね。まあここはね、まあその、うんまあ、あの日本に帰る、うんね、だんだん日常に戻っていくという話なんですけど、うん、一つ、うん、野球界があるアニメは神アニメやっていう。そうですね。やっぱりあの僕の中でもそうですね。やあの野球をするアニメじゃないけど野球界があるアニメとオカマが出てくるアニメはもう鉄板です。当たりです。はい、本当にそう思いますね。うん、だからその野球界があったりとか、はい、うん、でもね、最後のね、もう笑顔とかみんなのね、うん、もうそこがそうで、まあこの南極行ってみんながそれぞれどういう思いになって、そうそうそう、この13話でどういう感じになるのかっていうのもやっぱり12話をまで見てから、うん、あの見てほしいから、もう13話もやっぱりもうね、うん、最終回っていうのもあるし、はい、まあ、言いたくないかな。でもほんまにこの1話から最終回、うん、13話までのやつでもうほんまにまとまってんのよね。まとまってる。成長もするし、で、すごい分かりやすくて、そのすごい同じような状況対比になってる、うん、その出発の挨拶と最後の挨拶でちょっと違うかったりとか、うんうん、そうね、綺麗に対比されててすごい分かりやすいなって思いますね。だからその100万円とか、うん、あとはそのやっぱ女子高生が LINE とか、うん、その乗り物、電車とか新幹線とか船とか、うん、その密室はやっぱうまく使ったりとか、うん、孤独とシチュエーションうまいことやってるなっていうのはちょっとね、ほんでも、うん、もう一つ一つの設定がやっぱりしっかり、あの文部科学省とか、うん、その実際の知らせとかいろんなところにしっかり取材協力してもらってやってるっていうのもあっても、うん、本当に細かい、うん、アニメやけど、うん、そう、このあれのすごいところがこれはドラマじゃできないらしいんですよ。うん、うん、やっぱりいろんな、はいはい、いろんな問題が発生していくから、うん、でもアニメは好き勝手できるから、うんうん、ならではよね、ならでは、ね、でも、うん、アニメやから許されるみたいなご都合主義って本当に最初にも言いましたけど、うん、なくて、うん、そうアニメやからできることやけどなおかつみたいな、うん、そうところで本当にこれはすごい作品なんで、うん、もうねたった13話なんで、はい、ぜひ見てください。5話まで。5話とりあえずね、はいはい、見てほしいですね。そんなよりもいいですよ、はい、ぜひぜひ。いや別になんか泣けるアニメやから、うん、進めてるわけじゃないんで、ね、ほんまに、うん、ストーリーがもう本当に、はい、ね、ちょっとあかん、もう長い長い誰のせいですか。いやほんまに今日は俺のせいじゃないで空よりも遠い場所の関連情報も言っていきますね。お願いします。はい、まずはブルーレイ最終巻である第4巻が6月27日に発売です。うん、初回限定版にはあのゆずきちゃんの名曲フォローバックが止まらないが入っているようです。うん、はい、買います。はい、次は、設定資料集が7月5日に発売予定です。はい、予約が始まってるんで、うん、ぜひお願いします、ね。はい、そして次は、DMM スクラッチでいろいろなグッズが発売されます。はい、まあ、発売というかスクラッチなんで当たる感じですね。正直ねそんなにグッズ展開がある作品ではないので、はい、まあ、貴重な機会かもしれないんでぜひチェックしてみてください。うんうん、はい、そしてアニメは今やでは Unext、D アニメストア、AU ビデオパス、Amazon プライムなどで配信中です。うん、ちなみに Amazon プライムでは今月いっぱいで見れなくなっちゃうみたいなのでお急ぎください。いいよ、いけるよ、はい、15日配信2週間、うん、いけるわ。いける。見れる、見れる。こんなもんですかね。はい、こんなもんですよ、はい。この紹介した関連情報の詳細はこの動画の説明部分に URL を載っけてるのでそこからどうぞ。はい、お願いします。はい、第8回目 もう終わりですがどうでしたか今回は。あ、いやもうね今回はもう的バッチからの圧
すごかったね。全然喋りたい。いや、足り、いや、まあ、僕も足らないんですけど、うん、もう、そしても口が臭い。もう、あんなちょびっとしか飲んでへんのに、まだ臭いもんな。いや、ドリアンすごかったですね。ねそうね、まあ、よりもえの僕がすごいなって思うところは、うん、そういう女子高生が何か集まるや、うん、アニメとかって、うん、まあ、さっきも言ったけど、まあ、結構いっぱいあって、うん、例えば、軽音を見てバンド始めましたとか、ゆるキャンを見てちょっとキャンプ行ってみましたとか、なんか結構いろいろそういうのあるけど、なかなかよりもいを見て南極行きましたって難しい。よりもいってなんかそういうのじゃ俺はないと思うのよ。この子たちがこうやってやってるのを見て、マトマッチにも最初に勧められた時にそう言われたけど、ほんまにこれを見ると自分もなんかしたいなって、その南極に行きたいなっていうんじゃなくて、何かしたいなって、なんかやりたかったけどやら、なんか理由つけてやらんかったことをやり始めたいなって、はい、ほんまに思わせてくれるような、一番冒頭で僕は言いましたけど、そういうちょっとみんなの思いを、まあ、ちょっと後押ししてくれるかなみたいな、やっぱそういうアニメやと思うんで、はい、いやもうぜひね踏み出しましょう一歩。本当にね、早くゲーム実況始めたな。やりたいやりたい言ってるけどさ、やったら。やります、やります。もうこの夏が終わるまでに絶対にやります。はい、間違いなく面白いんでね、はい、ぜひこれ聞いている皆さんはちゃんとゆうちゃんがもしゲーム実況やったら聞いてください、見てください。はい、そんな感じで、ほんまこの後ちょっとエンディング、ちょっと夏アニメの話とかしたかったですけど、もうちょっと尺がどう考えてもやばいって、どう考えてもやばいな、もう夏アニメの話はしない、しない。まあただバキ楽しみやな。いや、バキ楽しみ。あと俺はフリーが見れるか心配。あ、はい、じゃあそれぐらいで、そんなもんで。はい、では、お相手はCパートのマスター的場と、はい、常連のゆうちゃんでした。ガルパンやりでーす。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。